どうしたんだ、すまない先生。そいつは。なあ、実はこの子、道路の真ん中で一人寂しく震えていたんだ。で、その子を一体どうするんですか？ということで今回は、この子が独り立ちできるよう僕たちがいろいろ教えてあげよう。チビウィザースケルトンが可愛いと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。よっしゃー、それじゃあまずは俺が食料の取り方っつうもんを前に教えてやるぜ。ウィザースケルトン、よろしくお願いします。よし、それじゃあ今からお前には豚さんを倒してもらう。じゃあまずは豚さんを一匹連れてくるぜ。豚さん、ちょっと失礼するぜ。一匹こっちに持ってきてと。よし、これであとは柵を閉めて。そうしたらお次は女から別の剣を取る。そうしたらあとは本能の赴くままこいつを倒すだけだ。マリア、豚さん、ほら見たか、これがサバイバルっつうもんだ。赤ちゃんさん、すごい。だろだろだろ。けどな、今日はもう一個お得な情報を教えてやるぜ。じゃあもう一匹豚さんを連れてくるぜ。ちょっと失礼するぜ。やった。まあ普通に倒したら生の豚肉が落ちるけどよ、ここでな、この火打ち石、こいつを使って豚さんを倒すとだな、焼き豚が手に入るんだ。つうわけでアリーナ豚さん、ほら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 、どうだ、あ、置いた。この状態で豚さんを倒すと、ほらこれだ、焼き豚がなんと手に入っちゃうんだぜ。すごいだろ。これは便利な情報だね。この赤ちゃん様を舐めるんじゃねえぞ。ところで奥にある爆弾みたいのは何？爆弾？ああ、これか。これはな、 TNT っつってな、着火すると爆発しちまうんだぜ。爆発するところ見てみたい。ああ、なんだなんだ、爆発するところ見てみてっつうのか。仕方ねえな。あ、試しにって、あ、アビスだ。間違えて本当にやっちまったよ。ああ、やる気が出ねえな、めんどくせえ。ねえ、お兄さんは何を教えてくれるの？悪いな、俺から教えられることは何もねえ。とにかくめんどくせえんだ。ねえねえお兄さん、体育館の中にダイヤモンドの見た目をした人がいたよ。だ、そいつは本当か？だ、バカだ、伝説の表ダイヤモンドマンが、だ、本当にあるじゃねえか。少しやる気が出てきたぞ。あれはな、伝説のお宝ダイヤモンドマンっつうんだ。価値にしてなんと1億円だ。すごいお宝なんだね。そうだ、気が変わった。今から俺がお前に物の盗み方っつうのを伝授してやる。ちょうど体育館にはなぜかレーザー光線が置かれている。おそらく誰かがセキュリティ目的で置いたんだ。しかしね、こんなもの俺にかかれば簡単に突破できるぜ。さあ、とっと見ておきな。簡単じゃねえ、こんなもん何回でもクリアしてやるぜ。つうわけでお宝のダイヤモンドいただくぜ。ダイヤモンドゲットだぜ。あとはこっから帰るだけだ。ちょ、こいつ結構重いな、足が、あー。よー、ウィザースケルトン、兄貴は何か教えてくれたか？特に何も教えてくれなかった。はあ、あいつサボったのか。全く怠け者の兄貴だ。仕方ねえ、俺は今日からお前に秘密基地の作り方っつうもんを伝授してやるぜ。秘密基地？面白そう。まあ世の中っつうもんは戦うことが全てじゃねえからな、時には隠れたりすることも必要だ。つうわけで早速作ってくぜ。まずはこのオークの木を、苗木だな、こいつを置いて骨粉で成長させる。そうするとでっけえ木になる。今回はこいつがキーポイントとなってくぜ。そうしたらお次は木の真下を少し掘っていくぜ。まあそうだな、こんな感じだな。そうしたらここに粘着ピストンで裏からレッドストーンを引いていってと。ちょうど木の真下にレバーを設置、そうしてこれを起動させると、あれ、レッドストーンの配置をミスったな。これで OK なはずだ。さあこのレバーを引くと、よし、ちゃんと機能するな。そうしたらここが見えねえように草ブロックで上を覆ってくぜ。よし、まあこんなところか。さっきの回路みてえなもんは全部見えなくなったな。でこれでここを引くと、こんな感じでここだけブロックがなくなるんだ。そうしたらあとはここに地面を掘ってと、秘密基地の空間を作ってくぜ。さあこんな感じで
空間を作る。そうしたら今度は壁だな。まあ今回は木にでもしておくか。そうしたら登れるようにはしごをつけていこうぜ。よっと、こんな感じだ。まあそうだな、地面が土ってのもあれだから、こっちも全部金にしておくぜ。で、天井部分に関してもこっちを金にして OK だ。さあこれでほとんど完成したわけだが、まあ見ての通り、このままじゃレバーが丸出しだ。これじゃあすぐに秘密基地がバレちまう。つうわけで今回はこのサブロックを設置して、まあこの状態だとレバーが見えねえんだが、ここにクワを使って地面を耕すと、若干だがレバーが見えるようになる。で、ここのボタンを押せるようになる。つうわけで秘密基地の完成だ。まあ外からは全くわからねえよな。けどここだけよーく見るとレバーがあるんだぜ。こいつを引くとこんな感じで下に行けるようになる。で、こっからはしごを伝っていけば一気に秘密基地の中に入ることができる。こいつはすげえだろ。こいつはすごい。早速今度使ってみるよ。誰かを育てるというのは気分が乗らない。まあ仕方ない。ウィザースケルト、今からお前に生きていく上で最も大事なことを教えてやる。生きていく上で何が一番大切なの？生きていく上で一番大切なのは力だ。力がなければ全てを奪われ。だが力があれば全てを手に入れられ。そうなんだ。ということで今からお前にあそこにいるフロストモンを倒してもらう。まず僕が見本を見してやる。それを参考に奴を倒してもらう。ではそこでじっくりと見ている。ザ・フロストモンは結構強いやつ。しかし僕の最強装備があれば負けることはない。こいつ起きないんだ。起きている。寝ながら攻撃してきた。なる、なかなか厄介な攻撃をしてくる。だ、ゴロ、ミニ、そしてテストラック。これで敵の HP をじわじわ削っていく。なんだこいつ、寝ながら攻撃してくるとか舐めているのか。だが容赦なく僕はやらせてもらう。ウィザースケルトン、敵には情けをかけてはダメだ。そういった隙が自身の敗北へとつながることもある。だが徹底的にこのように倒すんだ。あ、わかった、やってみる。さ、行くんだ。ウィザースケルトン、お前の力ならこいつを倒せ。だ、お前強すぎないか。バナナさんの教え通りやったら勝てました。はぁ、ウィザースケルトンよ、今から俺が貴様に鉱石の取り方というものを教えてやる。鉱石を取るのは生きていく上で欠かさねえからな。頼むぜミスターマネ。ああ、任せておけ。俺は鉱石を手に入れるプロフェッショナルだからな。さあ、わかりやすく丁寧に教えてやる。お願いしますミスターマネーさん。はあ、その息だ。では鉱石の見つけ方というのはこうするのだ。はあ、さあ、俺は特殊能力で鉱石の位置がこのように透けて見えるのだ。はあ、では早速掘り起こしていくとするか。まずはここに一つ。はあ、早速ダイヤモンドを見つけてしまった。ではありがたーく、まずはダイヤモンドを回収。さあ早速1個ゲットだ。そしてここにもあるではないか。合計3つか。はあ、またしても見つけてしまったぞ。さあここ掘ってダイヤ1、2、3、ついでに金ブロックもいただいていくとするか。さあこんな感じで鉱石はこのように集めるのだ。いや、おいー、いや何言ってんだお前。そんな鉱石の見つけ方お前にしかできねえだろ。はあ、その通りだ。この鉱石の探し方は俺にしかできない。教えた意味ねえじゃんか。ちょっと僕には無理そうです。まったく、私は物を教えている時間などないのです。仕方ありませんね。ウィザースケルトン、あなたに生きていく上で必要なスキルを伝授します。何があれば生きていけるの？ま、いろいろありますが、私が教えるのは戦いです。誰かと戦うの？そうです。世の中というものは弱肉強食、強き者が勝ち、弱き者が淘汰されるのです。なんだか難しいですね。
ま、そう難しいことではありません。要は目の前の敵を倒せばいいのです。では試しにゾンビとあなたを戦わせます。さあ頑張って生き抜いてください。よっと。さあどうでしょうか。お、あなたなかなかにセンスがありますね。本当ですか。ありがとうございます。ま、ゾンビに勝てるというのなら次はスケルトンです。さあどうでしょうか。なるほど、あなたは思った以上に強いみたいですね。ありがとうございます。あなたの強さは分かったので、お次はガーディアンです。さあ彼には勝てますかね。彼はなかなか強いですね。戦いのことがなんとなく分かってきたよ。そうですか。では続いてはかなり強いですよ。ボス級のモンスターを召喚します。あなたに勝てますかね。さあエルダーガーディアンです。さすがに苦戦しています。まあ簡単に倒せる敵ではないので、当然といえば当然です。なかなかに勇気がありますね。こいつはかなりの見込みがある。なんだか僕かなり強くなってきた気がする。そうですね、当然です。私の教育プログラムを受けているのです。強くなって当然です。では最終ボスです。こいつを倒せたらあなたは一人前に生きていくことができるでしょう。では行きます。さあバラコザサンチーフ、あなたに勝てますかね。なるほど、なかなかダメージを与えられているようです。そいつに近づくのはなかなか大変ですよ。近づけば近づくほど奴にやられてしまいます。どこれはさすがにウィザースケルトンといえど勝てなさそうですね。しかしなかなかに勇気がある。彼は将来有望なウィザースケルトンになるに違いあります。しかしなかなかに追い詰めていますね。あと一撃加われば。最終試験クリアです。あなたはこれで一人前に生きていくことができるでしょう。黒いお兄さん、ありがとう。これで頑張っていけるよ。それにしても彼はなぜこんなに強くなったのでしょうか。もしかしてミスターバナナが教えたのでしょうか。